金属のところを歩くときはその音もですね、コントローラーがキンキンって音がして、キンキンって歩いてる感じになるし、砂のところは、まあ、ざらついた感じがその振動機能にかかる。そんな感じでその振動がその場面場面に変わってくるというのが新しいなと思いました。で、まあ、あのバネみたいなところではこう押し込む感じ、ぐーっと押し込む感じが手応えがあるんですけれども、違う場面では2段階のシーンになったりして、はい、電撃ゲームメディア編集部西岡です。今日はですね、一足お先にプレイステーション5触らせてもらいました。いやー、とにかくですね、まあ、ゲームはですね、アストロズプレイルームとゴッドフォールの2本触らせていただいたんですけれども、まあ、とにかくグラフィックが本当に綺麗で、今日ははい、僕とにかくコントローラーに驚きまして、まあ、コントローラー持った感じももう別に重くもなくちょうどいい感じで、本当に持ってるの忘れるようなデザインになってまずびっくりしたんですね。で、まあ、いわゆるハプティックフィードバックっていう振動機能が新しくなっているんですけれども、まあ、アストロズプレイルームではいろいろなその振動の違いみたいなのを味わわせてくれて、例えばですね、その、まあ、金属の時地面のところを歩くところと、あと砂のところを歩くところで全然そのフィードバック振動機能が細かく変わっていて、例えばですね、その金属のところを歩くときはその音もですね、コントローラーがキンキンって音がして、キンキンって歩いてる感じになるし、砂のところは、まあ、ざらついた感じがその振動機能にかかる。そんな感じでその振動がその場面場面に変わってくるというのは新しい。もう一つコントローラーの方でアダプティブトリガーという新しい機能がついているんですけど、それはこの R2L2 の方が、まあ、ゲームによってその押す感触が変わるという機能なんですけども、アストロズプレイルームなどもいろんなところで、感触が変わりまして、で、まあ、あのバネみたいなところではこう押し込む感じ、ぐーっと押し込む感じが手応えがある。もう違う場面では2段階のシーンになったりして、そのゲームの中でも結構変わってくるという感じで、これも今までの遊びだなと思いました。まあ、あとはその読み込みが早いっていうのがよく言われてたんですけども、特徴としてだけど本当に早かったです。例えばゴッドホールで1回死んで、もう本当に数秒でもう1回やり直せるような感じで、もうあっという間に次のプレイのが良かったですね。あと本体周りですね、本体周りは、まあ、ちょっと撮影自体の接写とかは今回できないんですけども、ちょっと触ってみたりとか近くの音を聞いてみたりとかしたんですけども、もう本当音がしないです。すごく静かで、ファンが回ってる音が少し聞こえるくらいでした。で、熱に関しても、まあ、ドライブ周りがちょっと熱くなるぐらいで、もう全然気にならない。なんでもうゲーム中ももう静かにプレイできるという感じなのが分かりました。あとデザインは本当に高級感があります。まあ、PS4 なんかやっぱりちょっと縦が大きい気がしますけども、まあ、なんか高級感があるのでいいもの買ったなって感じがあります。というわけで、初めてプレイステーション5を触らせてもらったんですけれども、なんだろう、まあ、ざっくり言うと新しい感触、ゲームをプレイすると新しい感触が本当に分かるというか、触ってみないと分からないこともいっぱいあるんですけれども、
まあ、本当触ってみると、あ、なんかゲームがまた新しくなったなって思いました。まあ早く欲しいなと思うんですけど、ね、もう僕まだ当選しないんで手に入るか分かんないんですけども、まあ、とにかく早く手に入れて、自宅でゆっくり